はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのは、レンズですね。 L 型のスクリューマウントタイプ、バルナック用のレンズですね。こちらは定番ですね。ライカレンズといえばエルマーと言われるぐらい定番のエルマーですね。エルマー 5cm、 F の 3.5 になっております。エルマーでもいろんなタイプがありまして、この中でもコーティングがね、非常に綺麗で、カラーのコンストラクトも綺麗に描写してくれる、通常こちらが赤い文字のレッドエルマーになっております。赤エルマーと呼ばれております。はい、こちらはですね、付属品としてリアのレンズキャップとフロントのこれライカのメタルのキャップついてます。これかっこいいですね。はい、はい、ではまずは外観から見ていきましょう。まあね、振動レンズ特有のね、まあこの縦すれはね、仕方ないですね。これね、まあこれするね、この振動するときにね、ちょっと擦れちゃいますからね。でもね、メッキの剥がれとはないですね。綺麗ですね。赤エルマーはね、まあしっかりメッキがしっかり落ち着いて、技術的にも安定した時代ではないかと思い、あんまりそんなメッキの状態が悪いものは少ないですね。この辺のフロント部分もね、この辺も特に問題ないですね。この辺をね、歪んだり落としたりしてるのが多いんですが、問題ないです、こちらは。はい。マウント部分特に問題ないですね。あとは、じゃあ、動作的なもの。振動問題ないです。はい。ヘリコイドも、はい、非常に軽すぎず重すぎず。これは当店でね、全部整備済みで、ヘリコイド清掃してグリス塗って、あとこちら、絞りも、羽も清掃して、こちらは絞り管にもグリス塗ってます。だから、あと光学系なんですが、後ろとね、前に少しね、吹き傷がある程度で、コーティングもしっかり残ってますし、中の曇りもほとんどないので、非常に綺麗な、クリアな状態になっております。外観的にも内面的にも非常に綺麗な状態で、特に問題ない。綺麗な赤エルマとなっております。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いいたします。